アシャンティの伝統的建造物群は、ガーナにあるユネスコの世界遺産登録物件の一つ、ガーナ第二の都市熊市近郊のアシャンティ州内に存在する。アシャンティ州の熊市近郊は、17世紀から19世紀にかけてこの地方を支配したアシャンティ王国の中心地であり、アシャンティ人の伝統文化を伝える貴重な建造物群が現存する。 そのうちの10件の神殿を含む13の建造物群が1980年に世界遺産に登録された。現在に伝わるアシャンティの伝統建築は20世紀初頭までのイギリスとの戦争の中でオリジナルの大半が失われたため、その多くが20世紀以降に再建されたものである。現存するのは 神殿建築がほとんどであり、その基本構造は中庭を取り囲むように建てられている。建材には泥やヤシの葉が用いられており、これらの建材や建築法は通風性にも優れた構造になっている。また、アシャンティの伝統建築には人や動物をかたどった美しい木彫りや泥のレリーフがあることも特徴的である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。